キャロビンさんからいただきました。ありがとうございます。すごい全部英語。ツムツムフィリピンからお誕生日おめでとうございます。そういうこと、日本ローマ字でめっちゃ一生懸命書いてくれてる。日本語しか話せないのでローマ字で書いていますが、うん、日本語しか話せないのでローマ字で書いていますが、あ、日本語の読み書きができません。あ、そういうことか。話せるけど打てないからローマ字で一生懸命送ってくれてるんだ。なるほど、はい、ありがとうございます。日本語の書き方と読み方を学ぶために私に何をおすすめしたか、そして私の誕生日も7月17日です。おめでとうございます。ハッピーバースデー。日本語が上手くなるために何かおすすめはあるかってことか。難しいね。どうするよ。でもめちゃめちゃもう日本語できてるじゃない、ね、もうローマ字でちゃんと日本文できてるから、あなたも日本人ですよ。もう大丈夫だよ、胸張っていこう。あなたは どうかな、どうだろう、なんだろうね、難しいね、うん、日本語が上手くなるためにおすすめは何かありますかということですが、うまく、なんだろう、でもとりあえずひらがなを覚えれるなら、うん、絵本とかがやっぱ確かに日本なのかな。なるほどね、ひらがなからまずは始めてみて。そこ、ミカさんおしゃべりしてあげたらどうですか、キャルミさん。タイマンで？おしゃべり、おしゃべり。告知集合ね。おしゃべりしましょう。直接指導だ。素敵な。それが一番いい。じゃあ私に会いに来てください。素敵。ミケさんのイベントにぜひ。個人的に。ただめっちゃタイマンで腐ってる。どこがいいですかね。エビスとかでいいですか。エビス。いいですね。今日エビスっぽいですもんね。はい。ジャルノアールかなんかで、はい、日本語勉強しましょう。一緒に。どんなイベントですか。本当だよ、大変。頑張ってください、日本語。さあ、ということでお次。